オパングル。オパングル、オープン GL、オープングラフィックスライブラリーは、クロノスグループが策定している、グラフィックスハードウェア向けの2次元、3次元コンピュータグラフィックスライブラリー、デル。スキー社内で自社の CG ワークステーション向けに、クローズドに策定された API 仕様が改良されて公開され、後に大きなシェアを持つに至った。 現在は多様な描画デバイスを包括するグラフィックス API のオープン標準規格として策定が行われている。オパングルは、スキーをはじめ、ヒューレットパッカード、サンマイクロシステムズ、ゲンオラクル、IBM、ソニーニュースなどのユニックスワークステーションのほか、リナックス、フリーブスドなどの PC ユニックスに加え、Windows、Macs 等で使用できる、 クロスプラットフォームなグラフィックス API である。また、携帯電話、PDA、携帯情報端末、家電など組み込み用途向けのサブセット版であるオパングル、ES 規格も存在する。オープン標準として公開され、幅広い処理系に対応しているため、家庭用、業務用問わず広く普及している。描画デバイスの実装を隠蔽する、抽象仮想として機能するため、移植性が高い。 また、描画演算処理をオパングルに対応する専用ハードウェアに委ねることで非常に高速に動作し CPU のみによるソフトウェア描画と比較して高フレームレートかつ詳細に D 画像を描画できる優勝無償の豊富な補助ライブラリーがあるのも特色として挙げられる Windows、MacOS、Linux、BSD 等の様々な OS の上で利用可能であり 個人でも無料のソフトウェア群のみで GPU の能力を最大限に利用できる 3D プログラミング環境を整備できる。開発実行環境として広範なプラットフォームをサポートすることから3次元コンピュータグラフィックスの学習や学術研究、クロスプラットフォームなクローズドソース、オープンソースソフトウェア開発などにも適している。オパングル API は C 言語関数群の形で提供され、またクロノスグループが策定、公開しているのは、オパングル API 仕様のドキュメント及び C、C、CO のヘッダーファイルだが、フォートランや Java などの多言語向けのラッパー、バインディングも存在する。2004年に発表された、オパングル2.0で高級シェーディング言語を標準化するなど、GPU の進化に合わせて、 多様な機能を持つようになってきている。しかし、Opangle 4.0のリリース以降は、GPU の進化に合わせた Opangle API の対応が進み、主要な機能に関しては、Opangle 4.3以降と Dardox 11以降との差異はほとんどなくなっている。とはいえ、Opangle と Direct3D は、その設計思想の違いから1対1で対応するものではないため、 移植性は完全ではなく、また性能面ではハードウェア及びドライバーのオパングル、ダイレクト 3D 最適化レベルに依存するため、利用分野やプラットフォームに応じた住み分けも依然として根強く残っている。なお、例えばオパングルプログラマブルシェーダーを利用するには、特定のバージョン以降のオパングルに対応したハードウェアが必要であるなど、オパングル対応を謳っているデバイスでも、 最新のオペグル機能が使えるとは限らない。また、インテル GMA や、インテル HD グラフィックスなどのように、ダードックス 9.0C、シェーダーモデル3.0には対応するが、オパングル2.0には対応しなかったり、ダードックス10、シェーダーモデル4.0には対応するが、オパングル3.2には対応しなかったり、ダードックス11、シェーダーモデル5.0には対応するが、 オパングル4.3には対応しなかったり、さらには OS によってオパングルの対応バージョンに違いがあったりと、ダードックスと比べて同等世代のオパングルへの対応が遅い環境も存在する。もともとはスキーが自社ワークステーションで使用していたというライブラリーを改良し移植性を高めたものである。1992年以降は、 オパングルアーキテクチャーレビューボードにより監修されることとなる。この ARB には、サンドラブス、アップル、AMD、QATI、ル、エバンズサザーランド、HP、IBM、インテル、マトロックス、NVIDIA、シリコングラフィックス、サンマイクロシステムズ、現、オラクルが参加している。2006年9月21日以降からは、100以上の企業で構成される。 標準化団体、クロノスグループへ管理が移行し、オパングル ARB ワーキンググループとなった。オープンな仕様であるため、各種 OS に移植、または互換 GL が作成され、またグラフィックチップベンダーもオープンソース OS 用のドライバーを用意するなど汎用性に富むライブラリーとなっている。ベンダー独自の機能にも、拡張、エクステンションという形で柔軟に対応できるため、 いち早く最新の 3D グラフィックスハードウェアによる先進技術を利用できる反面、ハードウェアを限定した汎用性のないアプリケーションも開発できてしまう。ベンダー拡張の中には、後に標準仕様として取り込まれたものもある。オパングルの標準化はダードックスと比較すると遅い傾向にある。オパングル3.0以降、仕様の更新頻度は高まってきており、テッセレーションの標準化、 ダードックス11.0とオパングル4.02関してはリリース時期にそれほど時間差はなかったがコンピュートシェーダーの標準化ダードックス11.0とオパングル4.32関しては時間差が大きかったしかしオパングルの方が先行して導入標準化し後にダードックスが追従した機能もいくつか存在するオパングルは画面 フレームバッファに描画することを前提に設計されている。3DCG を描画できると言っても、オフラインレンダラー、パブレイなどのようなレートレーシング法は、標準では、ポートされておらず、ポリゴンなどのプリミティブ形状を、リアルタイムに順序を持って、ラスタライズ、加速化して合成することで 3DCG を描画する。そのため、形状同士が反映し合うような鏡のような反射、ガラスの屈折、 投影、交差した、半透明形状などを表現するには、そのためのアルゴリズムを実装する必要がある。効率よく描画を行わせるためには、アルゴリズムの特性を理解した高度なプログラミングが必要とされる。柔軟な画像処理を行うために、奥行き情報を記録して、Z バッファ法などに利用できる、デプスバッファ、形状のインデックスを記録して、マスク処理などを行える。 ステンシルバッファ、高精度なカラー合成などを行える蓄積バッファなど特殊な画素情報がサポートされている。また、元来をパングルや GPU 内で固定的に処理されてきた頂点データやフラグメント、ラスタライにより生成される画素の処理を GPU の強力な処理能力を活かしつつ、プログラミング可能にするプログラマブルシェーダーの登場と、それを制御するシェーディング言語、 GLSL の採用により、さらに足したような表現が可能になった。また、パーティクル機能を主眼に置いたポイントスプライトをサポートしている。一般的に、パーティクルや二次元画像のオブジェクトを三次元空間に合成する場合は、平板なポリゴンにテクスチャを貼り、常に視点と平行になるよう調整する、ビルボードと呼ばれる手法が使われているが、ポイントスプライトを使うことで、 ビルボードに代わり、座標計算やプログラミングのコストを軽減できる。なお、オパングルに X までは、プリミティブの描画を記録、再生するディスプレイリストと呼ばれる機能や、ビギン、エンドブロックによるプリミティブ描画コマンドの CPU ベース記述モードといった高レベル機が存在したが、オパングル3.0のコアプルファイルでは廃止予定の非推奨機能となった。 C、C 向けのパングルコード例を示す。他にも、ユーザーメモリ頂点配列、エレメント配列、CPU、側データや、頂点バッファ、エレメントバッファ、GPU 側データを利用した、より高速な描画方法がある。なお、ダイレクト 3D の頂点宣言、頂点レイアウトに似た機能として、バーテックスはレイオブジェクト及びバーテックスアトリビュートが、 存在するが、ダイレクト 3D のように、頂点バッファと、頂点属性を完全に分離しているものではない。頂点宣言、頂点レイアウトの互換機能、GLARB バーテックストリブ、バインディングが標準化されているのは、オパングル4.3、ES3.0 以降である。プログラマブルシェーダーを利用する場合は、GLSL 言語等を使い、シェーダープログラムを別途作成して、 グラッセプログラム関数を使ってあらかじめレンダリングコンテキストにプログラムオブジェクトをセットしてから描画関数を呼び出す必要がある。オパングルそのものはハードウェアおよびデバイスドライバー層に近い定時のライブラリーである。そのためよりアプリケーションソフトウェア層に近い多くの工事の補助拡張ライブラリーが存在する。主に 3D 描画機能を 簡易化、拡張するもの、ウィンドウシステムをサポートするもの、グラフィックスメイン以外の機能を付加するものに分けられる。C、C 以外の主要なオパングル言語バインディング、ラッパーとライブラリーには以下のようなものがある。なお、w e b g l は JavaScript 向けの単なるラッパーや言語バインディングではなく、オパングル ES 派生の別規格である。テクスチャに対応。 Windows の標準ドライバー及び WGL で標準サポートされているのはこの o p ン n g l 1.1である。2003年にリリースされた o p ン n g l 1.5では拡張機能としてプログラマブルシェーダーのための高級言語 GLSL 1.0に初めて対応した。2004年にリリースされた o p ン n g l 2.0ではシェーディング言語 GLSL のバージョン1.1対応が標準仕様として盛り込まれた。2008年にリリースされた o p a n g l 3.0では、肥大化した o p a n g l API セット自体のシェイプアップを目的としてに X 以前の世代を切り捨てる大幅なアップデートが行われ、多くの機能が非推奨、廃止予定になった。翌2009年3月に発表された、 オパングル3.1では固定機能シェーダーが標準仕様から取り除かれ拡張機能扱いとなった。また、同年8月に発表されたオパングル3.2ではダイレクト 3D10 で導入されたジオメトリシェーダーに正式対応した。固定機能シェーダーの廃止やジオメトリシェーダーの対応などはダイレクト 3D10 の仕様と合致している。 2010年3月11日にオッパングル4.0を発表。ダイレクト 3D11 の春シェーダー、テッセレーター及びドメインシェーダーに相当する、テッセレーション制御シェーダー、テッセレーションプリミティブジェネレーター及びテッセレーション、評価、シェーダーが搭載された。2010年7月26日にオッパングル4.1を発表。シェーダープログラムバイナリの取得や、 ビューポート配列の対応など。2011年8月8日にオッパングル4.2を発表。シェーダーにおけるアトミックカウンターの実装など。2012年8月6日にオッパングル4.3を発表。ダイレクト 3D11 のコンピュートシェーダーと同様のグップグップ用演算、シェーダーが追加搭載された。また、次世代テクスチャー縮技術であるのサポートが 公式拡張として定義された。2013年7月22日にオパングル4.4を発表。バッファー制御や非同期クエリ対応など。2014年8月11日にオパングル4.5を発表。ダイレクトステートアクセス対応など。2015年8月10日にオパングル 2015ARB エクステンションスとして。 オパングル ES3.2 互換機能やシェーダーの並列コンパイル機能などが拡張として追加された。2017年7月31日にオパングル4.6を発表。スピア V の導入、ベルコン、ダイレクト、3D との相互運用性の強化など。以前はオパングル仕様のアップデートの速度や頻度はダイレクト、3D に比べて非常にゆっくりとしたものであったが、 オパングル4の機能の中にはダイレクト 3D11 と同等あるいはそれ以上に素早く追加されたのもある。CGEGRAPH 2014でレガシーな設計が蓄積しているオパングルをリセットしゼロから構築し直して刷新する次世代の標準 3DAPI 企画オパングル NEXT GENERATION グレネクストの策定が始められることがアナウンスされた。この マルチスレッド対応やシェーディング中間言語などの近代的な技術が導入されることが発表された。GDC2015 では新規格の名称がベルコン、ドイツ語で火山となることが発表され、ダイレクト 3D12 同様のコマンドキューベースのマルチスレッドレンダリング機能やオパンクルとのプログラミング基盤共通化をもたらすスピア、V 中間表現を導入することが 明らかにされたまた、ベルコンには、AMD 独自のローレベルグラフィックス API である、マントルが、要素技術とし、取り込まれることが発表された。2016年2月16日、ベルコン1.0の正式仕様がリリースされた。なお、ベルコンは、ハードウェアの詳細な制御を可能とする、ローレベル API である一方、従来のパングルは CPU、GPU 間の同期。 などの煩雑な処理を自動で行ってくれる上位層の API として今後もメンテナンス及びアップデートが継続されることになっている。オパングル 3X で固定機能を分離するなどのシェイプアップは図られたが、しかしオパングルは互換性維持という名目で 1X や 2X 時代に設計された古い API 構造の大部分を未だに踏襲している。 一方で競合 API のダイレクト 3D は互換性を切り捨てながらも思い切った仕様変更により API をその当時の技術トレンドや先進技術に即した形で宣伝してきた。またダイレクト 3D は公式ドキュメントが充実していることや習得がしやすいことも評価されている。実際にオパングル仕様そのものに対して開発者から不満の声も上がっている。 ここでは、オパングルの弱点や問題点、および不足機能に関して記述する。オパングル単体では、Windows グぎや、Core Graphics のような高レベルの、文字列描画用 API が用意されていないため、あらかじめ文字が描画されたテクスチャを、画像ファイルから読み込むなどし利用するか、プラットフォーム依存の高レベル API。例えば、Windows の場合は、w グ g l セ s ォンテ f o n t ンズ、 関数などと連携する必要がある、クロスプラットフォームのユーティリティライブラリーあるグラットなどを使用すると、文字、文字列を描画することができるが、その機能はごく限られており、あくまでデバッグ用途などの簡易的なサポートにとどまる。NVIDIA 拡張としては、GLNV パスレンダリングが存在し、高レベルなプリミティブ描画の GPU アクセラレーションや、フォントもサポートするが、標準化はされていない。 なお、ダイレクト 3D も同様に文字列描画が弱点であるが、ダイレクト 3D10.1 以降では、ダイレクト 2D やダークトライトといった複雑な 2D 描画や文字列描画に特化した高レベル派生 API 及びダイレクト 3D との総合運、連携機能も整備されている。また、WPF ではハードウェアに応じてダイレクト 3D が使用されるが、ダイレクト 2D ダークトライトのように API が高レベルに抽象化されており複雑な 2D 描画や文字列描画にはダイレクト、3D やオパングルを直接使用するよりも向いているダイレクト 3D ではダックスギアアダプターを列挙することで複数の GPU を搭載したシステムにおいて任意の GPU を選択的に使用することが可能となっているこれにより クダやオパングルのように複数の GPU を利用して、各々にグップグップ演算処理を分散実行させ、アプリケーションソフトウェアの並列処理性能を向上させるといった使い方ができる。一方、オパングルで複数の GPU を選択的に使用したり、それぞれの GPU に対してレンダリングコンテキストやリソースを作成する機能は、オパングル4.5時点でも標準化されていない。 Windows 環境においては2006年に NVIDIA から WGL NVGPU アフィニティ2009年に AMD から WGL AMD GPU アソシエーションという WGL 拡張がそれぞれ提供されているが AMD 拡張の方は Radeon でも FirePro でも使用できるものの NVIDIA 拡張の方は GForce では使用できず Quadro のみの対応となっている Windows 以外のプラットフォームでは AMD による XWindows システム向けの GLX 拡張、GLXAMD Group Association のみで NVIDIA からは提供されておらず、アプリケーション側からリソースを割り当てる GPU を個別に指定する手段がない。なお、NVIDIA3 に対応した複数の GPU を用いて3構成を行うことにより、GPU ドライバー側で、 分散処理を実行させることはできるが、3は主にオパングルやダイレクト 3D におけるグラフィックスレームのレンダリングを自動的に分散処理して高速化する技術であり、3環境下でのクップグップー分散処理を行う場合は注意点や制約が存在する NVIDIA GPU におけるクップグップーは全てクダ基盤利用しているため、この3環境における制約はクダ、オパングル、 ダードコンピュート、オパングルコンピュートシェーダーを問わない。また、AMD マルチ GPU 環境でオパングルを利用したグップグップ分散処理をなう場合、クロスファイアをオフにすることが推奨されている。なお、スリーやクロスファイア、クロスファイレックスではメモリのミラーリングが行われるため、複数の GPU を搭載していても使用できるメモリ送料は各、 GPU メモリの合計値とはならない。一方、d a r t o x 1 2 WDDM2.0 では、3や Crossfire といったベンダー独自技術に依存しない形で、マチ GPU にネイティブ対応し、標準で分散レンダリングを可能とするほか、複数 GPU のビデオメモリを単一のメモリプールに統合することも可能となっている。また、Adobe Photoshop では、 バージョン CS4 以降、オパングルによるハードウェアアクセラレーションが導入されているが、マルチ GPU 環境は推奨されていない。ダードコンピュートでは管よびオパングル同様に、Window w i d g e とは直接関連しない完全なオフスクリーンオブジェクトであるダイレクト 3D デバイスおよびデバイスコンキストを作成するだけで、 コンピュート機能を利用することが可能となっているコンピュートシェーダーの実行つまりコンピュートカーネルの発行にはダックスギースワップチェーンの作成およびプレゼンテーションは不要。一方、o p パ n g l API は必ずレンダリングコンテキストを作成してから使用する必要があり、そのためにまずはレンダリングコンテキストをバインドするウィンドウ w イジェットを作成する必要がある。 オパングル4.3では汎用計算向けのコンピュートシェーダーが搭載されたが、この制約のためにオパングルでコンピュートシェーダーを利用する場合は必ず OS のユーザーインターフェース要素へのアクセスが必要となってしまう。シミュレーションの可視化などオパングルコンピュートシェーダーを必ずグラフィックス連携用途に使うことを前提としている場合は大きな問題にならないが、 完全なオフスクリーンで純粋にコンピュート機能を利用しようとする場合には障壁となりうるオパングル4.5時点での代替策すなわち完全オフスクリーンでのコンピュート実行はオパングルに頼らるを得ないダイレクト 3D11 ではイメディエイトコンテキストリファードコンテキストという形でマルチコア CPU においてマルチスレッドを活用して描画パフォーマンスを向上する 仕組みが導入され、ダイレクト 3D12 ではさらに、コマンド Q ーベースのマルチスレッドレンダリング機能による、描画効率の向上が図られているが、オパングルでは4.5時点で、相当機能をサポートしていない。また、ダイレクト 3D11 では、デバイスインターフェースのミソッド呼び出しが、スレッドセーフであり、サブスレッドからのリソース生成や、複数のスレッドから、リソース同時生成に、 標準で対応している同時利用可能なスレッド数はドライバーに依存するが、オパングルではレンダリングコンテキストを作成したスレッドのみがリソースを扱えるようになっているため、サブスレッドでリソース生成を行うには、ワグシェールリスト関数といったプラットフォーム依存の API を利用して明示的にコンテキスト共有を行う必要ある。ダイレクト 3D には、 WHQL というドライバー品質保証の仕組みが存在するが、オパングルコミュニティ総体にはそういったドライバー認証システムは損していなかった。またダイレクト、3D とは違ってオパングル及びオパングル ES ドライバーは、ベンダーや個々の製品によって出来不出来の差が激しく、このドライバー品質問題に関して開発者やユーザーか不満の声が上がっていた。さらに、 GLSL のリファレンスコンパイラー実装は、クロノスグループによって提供されているものの、オパングル、オパングル ES においては、シェーダープログラムの共通バイコード仕様が定義されていないために、GLSL オフラインコンパイラーは存在せず、シェーダープログラムのコンパイルは、ベンダーごとのドライバーに実装された GLSL オンラインコンパイラーによって実行時になされる。しかし、オパングル仕様には、 エラーハンドリングなどに関して厳密に規定されていない曖昧な部分が存在することから現実問題としてベンダーごとにコンパイラーの許可が異なるという処理系依存動作を許可してしまっているのが実態でありこれがアプリケーション開発者の負担増加につながりまたドライバーやアプリケーションプログラムにおけるバグのオンとなってしまうオパングル4.4以降においては クロノスグループによる品質保証制度を新設し、品質問題の改善を進めることとなった。また、オパングルの後継 API となるベルコンでは、前日のようにシェーダープログラムの中間言語としてスピア V を採用している。オパングル4.6ではスピア V のサポートがコア機能として組み込まれた。なおプロジェクトのように、Windows 上で Direct3D API をラップして、 オパングル API をエミュレートすることで、オパングルドライバーの品質問題を回避しているものも存在する。オパングルは 3D グラフィックスを専門的に扱うライブラリーである。対してマイクロソフトダードックスはゲーム開発での利用を主な用途としており、グラフィックスのみならずサウンドや入力関連の API を生んでいる点で性質が異なる。なお、 オパングルと直接比較されるべき API はダードックス製品の一部グラフィックスを司るダイレクト 3D であるダードックスは主に Windows や Xbox プラットフォームでのゲーム開発等で多く用いられる Linux 上でダードックスを動作させるセデイガなどの例もある対してオパングルはクロスプラットフォームであり Windows だけでなく様々な OS に実装が 提供されている。Windows 環境ではダードックスとオパングルを両立させることも可能である。発祥がワークステーションであることやクロスプラットフォームであることからカナダドルや工業デザイン、科学技術計算や医療での資格化等の業務分野ではクロスプラットフォームのアプリケーションに限らず Windows 専用アプリケーションであってもダイレクト 3D 等のエンターテインメント用途重視の グラフィックス API よりもオパングルが用いられること多い。そのためワークステーションや業務向けの GPU やビデオカード製品にはオパングルに最適化された仕様のものが販売される傾向がある。オパングル向けと称されている GPU には NVIDIA 社のク a ドローシリーズや AMD の AMD Fire Pro シリーズが存在しデバイスドライバを含めた仕様がオパングル用に 最適化されている。しかしその反面、これらの製品はダードックスへの最適化が甘く、ダードックスを使用したアプリケーションにおける性能が少ない傾向もある。なお、Windows だけでなく、Linux および Mac に対しても GPU ベンダーからオパングル対応のドライバが供給されているが、Mac に関しては Windows および Linux と異なり、そもそもベンダーが正式対応しているハードウェアが、 限られている。シリコングラフィックスとマイクロソフトはかつて、オパングルとダイレクト 3D の統合を目標として、ファーレンハイトと呼ばれる 3D グラフィックス API の共同開発を1997年に開始したことがあるが、1999年の末までに計画は事実上頓挫している。また、 マイクロソフト社は、オパングル ARB の設立時のメンバーでもあったが、2003年に脱退した。その後、シリコングラフィックスの倒産やオパングル仕様のクロノスグループへの移管など、右右曲折を経て、2014年にはオパングル4.5の発表とともに、マイクロソフトがクロノスグループに参加することが明らかになった。オパングル使用を管理しているクロノスグループによって、 同様に管理されているオープン仕様の API としてグップグップを含む一種計算資源混在環境ヘテロジニアス環境用の並列コンピューティン API であるオパンクルが存在するオパンクルにはダイレクト 3D およびオパングルのグラフィックスリソースを扱うことのできる相互運用機能が存在するが一方でオパングルはバージョン4.3でダードックス同様にグップグップ用の演算 シェーダーを導入している。ただし、オパングルは依然として、ヘテロジニアス環境に特化した幅広いプラットフォーム、対応 API であるが、オパングルの演算、シェーダーは、よりグラフィックス用途に特化したグップグップ用のものとなり、競合するというよりはむしろ相互的な役割を担う、ことになる。2018年6月5日、Apple は、WWDC2018 で、オパングル、 オパングルの非推奨化を発表し、マックスモハビにおいて、サポートはまだ打ち切られないもののオパングル、オパングルは、非推奨 API となった。マックスがネイティブにサポートするオパングルのバージョンは4.1が、最後となっている。オパングルの代替として推奨されている API は、メタルであるが、メタルは、ベルコン同様、オパングルよりもハードウェア層に近い、ローレベル API であり。 アプリケーション開発向けというより、ミドル上開発向けに位置する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。